ゆるふわアート塾ヤーマンヤーマンヤーマン必食文化第4回第5回とかでもなんかちらほら名前出たと思うんですよ。筆に触るに分けるに割る、そう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 、まあ、色彩分割の法則とも言うんですけど、これが分かると、まあ、ちょっとね印象派とか現代の絵画がちょっと解像度が高くなるので、うん、ちょっと今回はこれを解説していきたいと思います。やった、この収録3回目か4回目かな、はい、筆食分割の呪いがかけられてましてね毎回データが飛ぶなど、そうなんですよ、うまくいかないんでね、我々ももうこの話を聞くのは飽きております。4回目にしてたどたどしくはあるんですけど、まあ、みんな初見で聞いてくれるってことで、まるで俺らも初めて聞いたかのような反応をします。筆食分割って何ですか？ゆるふわアート塾まあ筆食分割ってのは筆で触る、まあ、筆での小さい単位のストロークとか点、これをまあ簡単に言うと濁らずに綺麗にどう配置するかっていうやつですね、うんうん、あの筆食分割の音筆食、そうなんで色彩分割っていうかっていうと、顔料っていうのが近代以降にそのめちゃめちゃ鮮やかで濁りやすくなったって話をしたじゃないですか。あ、したね、出た出た、それ、そう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 、うんうん、これに繋がってくるんですよ。はいはいはい、混ぜちゃうと濁っちゃうから、混ぜずにこう目で見た時に違うように見えるようにみたいな、うん、そうです、うん、あれですね、赤と青遠目で見たらちょっと紫がかって見えるみたいな、ね、そう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 、例えば隣の補色の概念だとか、その色っていうのはもう喋れる概念山のようにあるんですけど、はい、なんで今回この筆食分割っていうのを取ったか切り取ったかっていうと、現代の絵画を何が変わったのっていうところの一つなんですよ。もうやっぱり明らかにその従来までの絵画、そのウルトラマリンだとか、あの土土星顔料とかで、うん、だけで描かれていたような絵画って、ね、その何層もグレーズができた、はいはいはい、そのグレーズができなくなっちゃったから、なんだろう、グレーズしないでもその絵画の画面を端的かつ簡潔にすぐに終わらすためには何をしたらいいのかと、うん、それで編み出された手法というか考え方というかなんですよね。そう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 、まあもう本当に言いたいことこれだけなんですよ、うん、筆食分割の法則、筆食分割、そうそうそう、混ぜずに濁らせずによりこうスピーディーみたいなことですか。そうですそうです。誰が作ったんですか。誰が作ったってわけでもないと思うんですよ。 その時代によって自然発生していった産業革命によるその理の動きが、うん、その理を生み出した、その産業革命によるものの動きが、うんうん、だからピグメントが、顔料が、うんうん、あのカドミウム、コバルト、ニッケル、チタン、我々は今そのチタニウムホワイトとか使いますよね、うん、小林さん受験の時どういう色使ってました、好んで。白とかだと僕シルバーホワイト、チタニウムホワイトって結構あのなんだろうな、すごい強いイメージが、うんうんうん、めっちゃ真っ白、結構それで染まっちゃう感じがあったんで、うんうん、白だとシルバーホワイトめっちゃ使ってましたね。シルバーホワイト、鉛白、鉛の白ですよねあれは、うん、昔おしろいがシルバーホワイトだったの知ってます？おしろいがシルバーホワイト、そうだから歌舞伎とか遊女とかそういうお仕事の人って鉛中毒になりやすかったんです。ああ、そう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 、そうだ、じゃあ忍たま乱太郎の山田先生もそうなってるんですか女装がね、あの人もいずれ鉛中毒、そうなんだ、うん、あのオープニングでくるくる回って何年ぶりに思い出したの懐かしい、女装といえば山田先生でしょ、ね、そうですね、まあおしろいも、ね、コウメ太夫とかいる、そうそう、まあ、コウメ太夫もやばいんじゃないかな、あ、やばい、今は大丈夫でしょ今のやつは、まあね、そうです、顔料の歴史の話をねちょっとさせていただくと、はい、基本的に顔料っていうのは鮮やかにすごくなっていくんですよね、うん、でもそれとプラスして何があるかっていうと、うん、毒素が少なくっていう方向もあるんです、うん、より安全なものに切り替わって、そう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 、だからシルバーホワイトとかも明らかに昔より安全なものになってますし、うん、エメラルドグリーン、うん、使ったこととか見たこととかありますか。そうっすね、まあ、エメラルドグリーン見たこと、はい、あります、あります、あ、もうこうグリーンね、グリーンね、エメラルドグリーン、すなわちこれヒ素なんですよ、なんか防腐剤とかにもなってて、ね、そう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 、ヒ素ね、うん、ヒ素ってね、めちゃめちゃ鮮やかなんですよ、やっぱ危険なものほど鮮やかみたいなね、そうそうそう、俺あのありますよ、ね、ばあちゃんがあの油絵家なんですよ、ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、よしきのばあちゃん、そう、ふっかわらくのばあちゃんね、いい人です、ね、僕のおばあちゃんがね、学生時代使ってくれたそのパレットとか絵の具箱とか、ね、うんうん、くれたんですよ、うーん、もう古いやつを、古いやつを、
もう絵の具のチューブとか全部今のステンレスとかあれみたいな感じで全部スズで、昔のね。そう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 。何年前ぐらいの学生なんだろう。ばあちゃん今年で87なんで、ちょっと僕と60歳違いなんですよね。うんうん、僕27歳で。そっかそっか。60年前。60年前の。1960X 年の。SF の冒頭みたいな表現。地球は炎に包まれた。2000XX 年みたいな。世紀末。世紀末。お前そのばあちゃんの頃の絵の具の顔料は今よりもちょっと毒性が強かったり鮮やかだったりっていうのがねやっぱりあるわけで、エメラルドグリーンがね綺麗だったんですよ。もう今それをその自分で作ろうとするとなかなか難しくて、その顔料でしか出ない輝き、その顔料でしか出ない色味っていうのは絶対的にあるんですよね。例えばこう絵の具の名前のお尻にヒューとかチントとかってついてるの見たことありますか？ありますね。まあそのね、大体顔料って言って現なんだろう、そのちょっと高いんですよね、やっぱ、はい、あのバーミリオンとかビリジョンとか、うん、バーミリオンヒューとか、僕受験の時バーミリオン買うお金なかったんで、うん、めちゃめちゃ使ってました。前も小林さんおっしゃってたと思うんですけど、うん、バーミリオン重いじゃないですか。重い。あれなんでかというと水銀が使われてるからなんです。まあちょっとねこの後その韓国に行った動画も我々撮ろうと思ってるんですけど、うん、あの新車その辰の辺に虫に砂で新車、うん、そのっていう風に昔水銀の使ったそのバーミリオンは日本語ではそう呼ばれてたんですけど、新企業の新ですね。そうそうそう。やっぱねそれを使った絵付けのあの器とかも私見てきました。うん、おお。名刺館ちょっと金がなくて見れません。まあちょっとその話はね、まあ後ほど。そうですね。後ほどします。後ほど。そう。でヒューってどういう意味なんですか、ちなみに。ヒューってどういう意味だったっけ、なんか、なんか廉価なんか偽物とかそういう意味だった。そうそうそう。とりあえずそのね、近い色の安いやバージョンみたいな感じで俺は買ってましたけど、うんうん、もどきみたいな、もどきみたいな、まあ大体顔料のものっていう認識でいれば大丈夫ですね。まあでもねやっぱね、あの絵の具って粒子が結構あの粗かったりちっちゃかったりするんですよ、物質によって、うん、こう完成油そのに断丸を混ぜてこう絵の具でピーって画面を作ってあげると、うん、何が起きるかっていうと絵の具が収縮したりする粒感がね全然違うじゃないですか、はいはいはい、そうもうあれで使いにくすぎて結局これやるんだったらバーミリオン買った方が早いなとか、うんうんうん、なんか大人になっていくわけですね。そうですね、うん、筆触分割の法則の話をこう今回は中心に進めてるんですが、最初印象派、まあその産業革命によってできていって、そのアメリカがめちゃめちゃその印象派とかに投資をして、アメリカ美術の流星の基礎にもあのなった一部の印象派から発展していくと後期印象派とかになっていくじゃないですか。そうですね。僕のスーラとかシニャクとかが僕は好きなんですけど、はい、スーラ天描の人。そうなんです、天描今出ましたけど、これが筆触分割とつながってくるんですよ。なるほど。やっぱねその点描ってその点の青点の配置によってそのこう視界をねこう奥に行く視野の誘導があったりだとか、うんうんうん、そういうその点描の絵画って絵の中に含まれてる仕掛けがね多分ね宗教画以外だったら一番多いんじゃないかなと思うんですよ。色を濁らずに、あんなテレビのなんかブラウン管とかで間近で見たことあります？あ、 ありますあります、うん、ちっちゃい時こうやって、そう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 、今時の子はちょっとブラウン管のテレビが家にあるかわからない。知らないだろう。知らないだろう。あら、おじさんこういうの知らないでしょ。やばい、やばい、知らないだろう。こうやって始まってくる、まあ、こうやって廊下がね、廊下が多いが、まあ、テレビのそのブラウン管って近づいてみると、うん、めちゃめちゃその三原色で表してるじゃないですか、はい、なんか赤、緑、青、赤、緑、なんだっけ、え、光の三原色、青、混ぜる、 RGB じゃないの、 RGB か、うん、レッド、グリーン、ブルー、色ってこう混ぜていくと、うん、こうなんかここにちょっと色の混ぜるその赤、あ、色相感を、そう、色相感というか、その赤、青、黄色を混ぜると赤と黄色の間はオレンジになって、うん、あの赤と青の間はなんかパープルになるみたいな、うん、あるじゃないですか、はい、あれの真ん中の色って色、なんだろう、その現実の物体としての色彩って真っ黒になってくる、濁っていくんですよ。です、ね、泥のようになっていくんですけど、色は、うん、実際は黒ではなくて、色の三原色で言えばそうなんです。そう、うん、あれ俺嘘だなって思うんですよ、色の三原色のそのあれ印刷での話で、あ、理論上での話、油絵の赤と青、うん、黄色を混ぜたら茶色になるんですよ、うん、そうですね、確かに、うん、
まあ、真っ黒とかには絶対なんで、そう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 、濁りはしますけど、もちろん結局やっぱりその黒って黒が必要じゃないですか。必要ですね。あの三原色図ってなんかちょっと絵とはなんか若干ズレがあるんですよね、現実で動いている行われている。そうですね、絵の具とかとはちょっとズレがある感じがありますね、うん、これちょっとお二方に聞きたいんですけど、うん、絵画教室で黒を使うなって言われませんでした？言われました。言われたある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 逆に黒だけの時なかった？あった黒だけを使って描く、あったな。あったですね。てかまあそれはもうデッサンだしな、それは単色表現。あと俺デッサンしてる時に分かんなかったんですけど、うん、あの木炭に色があるっていう能力者いませんでした？能力者というか、なんか、あーなんかその木炭、その黒の中のなんか青さみたいなのを感じれたりとか、うん、若干茶色っぽい木炭の人もいた気がする、うん、あー感じれたんだ。そうなんかそのすごい安い木炭があるんですけど、そういうの使うと結構なんかあったかみのある黒で、ほぼ茶色みたいな。なるほど。なんか確かに俺も栗好きだったんですけど。ああ、栗の木とかですかね。そうそうそう、うん、まあ、木炭では栗とか柳とかね、いろいろなものがあるんですけど、うん、なんかちょっと色味がねずれてきちゃったりとかすると、うん、なんかこれじゃないななんかとか感じたりするじゃないですか、うん、影の落ちる塔のところに茶色が乗ってるとなんか違うなみたいな、うん、なんかそういう気持ちに結構なるんですけど、なんか色が分かるっていう人に対しては全然分かんなくて、何言ってんべや全然分かんねっけさってなんでなまっちゃうのなして黒だべや、まあ、黒ではあんだけど北海道にいた時だったね、北海道弁がちょっと出ちゃった。多分あれってロジカルに説明されないと思うんですけど、うん、その絵の具の混ざった果てにある色は黒じゃないってことを認識させるために黒を使うなって言いたかったんじゃないかなって。黒を使っちゃうと黒でしかなくなっちゃう。まあね、そうですね、うん、それこそ油始めたての時に暗いとこ黒ってやっちゃうと一気にそこが黒っぽく染まっちゃったりとかしてたんで、うん、まあなんかちゃんとやっぱ最初色混ぜてあの作ってこうねみたいな感じはあった気がしますね、うん、なんだろう、みんな同じ基準でのうまさみたいなものがなくなってからは、うん、うまさってっていうかその現代作家って自分への研究がすごく必要なんですよ、うんうん、なので自分の色って何ってのが見つかるまではそういうことをするのはよそうっていう風にみんな黒はダメだよって日本の教育が言った結果、みんな色彩が似たり寄ったりになってきてるなって思うんですよね。あ、そう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 、黒がダメな人の世界になってきてると、そう教えられたもんな。なんかもうだからいやめんどくせえなとか思いながら毎回赤となんか反対色を混ぜて作ってたの、うん、暗めの色作ってね、うん、すごいな、人の言うこと聞いてたんだ。聞いてましたね。いや聞いてたっつうかな、なんだろう、偉いな聞いちゃなかったけど、うん、そうなのとか思いながらゆるふわアート塾、ここからちょっとまた筆色文化の話にまたコロッと戻っていこうかなと思うんですけど、はい、ヨーロッパの絵画史において、うん、あの中世以降の新種の顔料の導入によって画家が使用する色の範囲が広まったと、うん、でそれによって出てきた筆色分割の法則、これがこう研究が進んでいくと明度対比をね、うん、使った絵画というのがすごく明度対比、明度の対比が、明度対比、フリルがついた、いらっしゃいませご主人様、ご主人様との対比ってことですか？メイドリーミンじゃないです。でっかいメイドのビルじゃないんだから明るさの度合いね、メイドね、メイドね、まあ、ルネさん好きによってスフマート、うん、あの物体と背景の間の輪郭線をなだらかにぼかす、あのダヴィンチとかがめちゃめちゃ使ってるやつです、そうですね、うん、とかキアロスクーロ、うん、あのレオキアロスクーロキアロスクーロ、なんだろう、レンブラントとかのどういう技法でしょう、キアロスクールのことをキアロスクールとしか認識しないから言語化がすごく難しいんですけど、なんかキアロスクールポンって貼っとくんで、それで後でちょっとそうっす、ね、あの納得してくる。スフマートはね、スフマートはね、受験スフマートもなんか説明むずいけどね、あれがスフマートだってなんか絵で知ってるからってなんか、そうそうそう、多分なんか画像を貼っときます、うん、スフマート、キアロスクール、グラデーションルファートシクまあね、あと結構その科学革命とかが、まあ、いろんなその人間がね、いろいろ前に進むタイミングで、うん、ニュートンとかゲーテとか、ゲーテの色彩論とか、ゲーテの色彩論ね、そう僕も読みましたけど、あれだなってカルトじみてるなって思いましたけど、ちょっとだってゲーテってあれですよ、そのファウスト書いた人ですよ、うんうんうん、悪魔と契約して云々の、うんうん、あの人が自分はやっぱり自然科学者だと思ってたんですよ、自分のこと、うんうんうん、でも
正直なんかその今の時代 の, あの僕たちが普段見慣れてる色相感ってあるじゃないですか、うん、あのカラーサークル、あれとはまた別軸のカラーサークルを作ったんですよ。そうですね、全ての色は白と黒の間にあるとか、へだから色相感が白と黒に挟まってるみたいな。あ、なんかでもそう、なんか言いたいことわかります。そのどん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 明るくしてったら白になるし、うん、暗くしてたらまあ最初全部黒には、そうデジタル的にはそんな感じしますよね、うん、だからこれ面白いですよね、このゲーテの色彩論。今あの基本の軸になってる色彩論ってゲーテじゃなくてニュートンの色彩論がやっぱ軸になってるけど、うん、ゲーテってなんか、ま、全く別のなんか感情とかを絡めて色彩について、なんか、黄色とは太陽の色であり、青はそれが照らされたところにある影の色でありみたいな感じで、面白いね。そうちょっと面白いんだけど、面白いんだけど、でも科学的には証明されないから、それを20年かけてこんな分厚い本にしたらしくて、うん、そうなんだよね。それめちゃめちゃ分厚いです色彩論。ポエム書いてたって。エモーショナル色彩論なんだね。そうエモーショナル色彩論。でもね、20年がちょっとめちゃめちゃ自信がついちゃう。多分そうでしょうね。人間やっぱり時間をかけたものにプライドがやっぱり乗り移ってしまうので、まあね、そう。やっぱりそのゲーテの色彩論とか、まあ、ちょっと本で、ちくま文庫版が僕はいいと思うんですけど、読むのはちょっと大変だとは思うんですが、だいぶ大変でした。時間のある学生証券はぜひゲーテの色彩論読んでみてください、ファウストと一緒に。そうですね、ファウストを読むの僕2ヶ月ぐらいかかりました。うん、普通にこう色は混ぜれば黒に濁り黒に近づき、光は蒸散されれば白に近づく、うん、っていったこともこう歴史の研鑽の中で分かっていったわけです。そう、その科学の発展で絵画も発展していった。そうですね、科学ですね。そうもう今その AI の発展で、うん、どん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 こうイラストとか音楽とか、今まではその単純作業が AI にとって変わられるんだって言ってたのが、うん、実は全然違ったじゃないですか。そうですね、まずクリエイティブからまあそっちの方がおもろいですからね。そうですね、まあまあまあ、その多分単純作業で使われてるようなところが表層に出てきてないっていう話かもしれないですけど、うんうん、人間のコストっていうのをもっと機械的に判断される時代になっていったんだな、その科学の発展によってっていうのをやっぱすごく感じるわけです。いや、めっちゃ楽しいっすよね、今の時代。そうですね、いろいろあって、まあ、こんなぐちゃぐちゃになっちゃってまあ話をちょっとね、現代に今映したわけですけど、うん、デジタルでの絵画って、うん、もう僕たちがやってる絵画、油絵での絵画とはちょっと違う理論で動いてる部分が多いじゃないですか、うん、その中間色の取り方とかそういうのは割とほとんど同じ部分があると思うんですけど、例えば紫を綺麗に見せるためには、はい、紫単体がバーンって画面に塗られてたらそれは目が散逸しちゃうので、うん、本当に美しい紫の一点を見せるために周りを全部グレーにして紫を一点だけポッと置くとか、やっぱりそういうのがものを引き立たせる、そのなんだろう、背景を作ることっていうのが、その調整能力っていうのが絵画の能力だと僕は思うわけです。そうですね、基本ですよね、うん、対比で。そうなので、こう色彩分割の法則だとか、そのスフマートだとか、そういうアナログでの技術のあり方っていうのを知っておくと、実はいろんなものの調整にすごく役立つのではないでしょうかっていうのを今回僕は言いたかったわけです。おー、なるほど。なんでこの時代にまで技術の名前が残ってるかって言ったら、それは有効で使いどころがあるからっていう一点のみだと思うんですよね、理由としては。はい、セザンヌ、もう生産の印象派 の、ね、父、うん、彼とかもブラシストローク、その筆の、ね、形を丸と三角と四角で分解して絵画を構築しようと頑張ってた方なんですよね、うん、やっぱりああいうのを見ると、その鮮やかな色を表現できる反面、すごく濁りやすくなってしまうから、絵画を最短の手順で端的かつ簡潔に終わらせなきゃいけなかった。だからセザンヌはああいう描き方にならざるを得なかったんだと感じることがすごくあるわけです。なるほど。やっぱりそのピカソとかは、なんであんな名前がでかくなったのかっていうと、セザンヌっていうその近代絵画の始まりから、その始まりの勉強からしてたじゃないですか、あの人は。そうですね、そう、もうなんかどっちがピカソだかどっちがセザンヌだかわからない絵画があったっていう話を、そのピカソ界で我々したと思うんですけど、やっぱりそのアルファというオメガであろうとした作家、近代から自分を接続して今っていうものにピリオドを打ったっていうのがピカソだと僕は思ってるので、うんうんうん、その色彩分割の法則みたいなものを探って探り当てっ
て、それをブラシストローク、丸三角四角のブラシストロークによってその絵画を完成させて、全部端まで塗り切らなくてもいいとか、そういうあの影響とかを後々に与えていって、そういうチャレンジをしていった、うん、そうですよね。あとね、近代絵画の始まりって、僕さっきあの絵の具がチューブに入ってたって話したじゃないですか。はいはいはい、はい、チューブに入り始めたのも産業革命以降なんですよ。ああ、そう、それまではなんか魚の膀胱に入れたとか、ね、やけに膀胱好きですよね。そうだね、豚のか、なんかそういう感じでしたよね。豚豚、うん、魚の膀胱って何？魚の膀胱はないのか、こんなんでしょ。違うか、わかんない。俺も豚のかなんだかわかんないけど、そうそうそう、なんかね、そんなのあったね、うん、中世の人クジラとか好きすぎるから、あの義士とかにクジラ使ったり、歯とかに。そう、僕今メルヴィルの白鯨読んでるんですけど、うん、もうなんかクジラの余すところなくクジラを社会資源として使っていた中世とか、うん、そういう話なんだ。そう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 、結構日本画とかもそういう、まあ、白鯨はその最初にクジラが羅列されるんですけど、クジラの概念がで、うん、あらゆるクジラの概念を羅列した後にクジラレビアタンっていう恐ろしくて巨大なもの、レビアタン、レビアタン、そうそうそう、オタクはみんな知ってるよね。エミリアタンじゃあエミリアタンじゃない。違う違う。本当にオタクが知ってる人たち。ユルフはアート塾、まあ、セザンヌの話をそのすると、セザンヌって室内で絵を描く人だったじゃないですか。あのああいう作家の研究、セザンヌとか、あとなんだっけ、あの一生イタリアのなんかちっちゃい村に引きこもってずっと瓶描いてた人、モランディ、モランディ、あ、モランディだ、モランディ、そう、あのモランディとかはすごく、あの家かっこいいっすよね。そうそうそう、もうね、ずっと室内にこもってずっと、あのなんだろう、気が狂うまでそのモチーフの組み合わせをこう変え続けているわけじゃないですか、うん、なんだろう、同じ瓶をね、何回も何回も書いてっていう、あれかっこいいっすよね。うん、楽しいって思う。まあ楽しいんだろうな、多少やっぱ瓶並べの楽しい、多分ね、なったんでしょうね、うん、東京ステーションギャラリーで僕あれ見たことあるんですけど、やってましたもんね、本物、うん、もうなんか版画とかもそうなんですけど、よくこんな変化のない暮らしができるな。ちょっともうびっくりしちゃった。モランディの中で完成されたんでしょうね、うん、生活の様式が。なんかむしろでも絵描きってそういう人の方が多いじゃないですか。あ、落ち着きたいみたいな。そうそう、家の中にずっといて、ずっと家の中で作業をするタイプの絵描きっていうのがやっぱりデジエが主体となってる現代ではより多い、ね、デジエの人とかそうでしょう、ね、だからモランディとかセザンヌとかそういう家の中にこもって制作をし続けた人間がどういうパターニングをしたのか学ぶことっていうのはもうすごく分かりやすいんじゃないでしょうかね、うん、学習の際に、まあね、家で書いてるオタク、ロホみたいな、そういう脚本を用意したんですけど、それも間違ってなかった。4回撮り直してるうちに消えましたね。あ、そうですね。どの話がもう動画に上がってて、どの話がまだ喋ってないのか分かんなくなっちゃってます。うん、なんかまだまだある。あのね、めちゃめちゃ書いたんですよ、脚本を。基本的にいつもその僕が、うん、あの僕が情報をたくさん出して、小林さんが、うん、あの動画にするにあたって緩くするっていう、ビーってこう書いたものを消していく。そう、添削をね、添削をいつもしてもらってます。まあ、あの添削をしてもらった上で、ちょっと最後に、まあ、ちょっとスーラの小話というか、あら、岡村芳樹のスーラの小話。スーラ、あの D ボタンの準備を。D ボタンに何があるんですか。ユルフはアート塾。まあ、スーラってあの点描が有名じゃないですか。はい。スーラのデッサンって見たことあります？はい。もう見ました。っていう、これも脚本をね、そのまま読んだだけなんで、4回見て、見てなかったんですけど、一番最初撮った時。やっぱでも点描のイメージがあったんで、こういうデッサンも描くんだっていう。そうですよ、スーラのデッサンってね、もう黒と白が、そうですね、もう白をなんか消しぐれ抜いてるじゃないですか。抜いてますね。あんなボヤーンってしたね。すごいですよね。もう相当ネチネチ触ってますよね。そう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 。ずっと一つのものこねちゃう人っているじゃないですか。うんうん、ああ、そういう人だったんだろうなっていうのがなんか想像がついて。うんね、まあ、そうじゃないとあんな点描描けないもんね。絶対どっかでザッてやりてーとかなんない。ね、俺ザしかないからなんか。逆スーラかもしれない。逆スーラ。逆スーラ。アンチスーラだね。アンチスーラ。スーラのデッサンって、うん、バルールいやマスっ
っていうのをほとんど無視して暗闇から這い出してるじゃないですか、うん、バルールってのは一応何ですか。バルール、バルールですね、はい、バルール色化ですね、はい、色化、色彩の世界をモノクロにした時の正しい置き方、そう、うん、色の価値と書きます。今度フォービズムが日本に来るじゃないですか、うん、あのフォーミズムのマティスの、 あの色面が4つ分かれた女の人の絵とかあるじゃないですか、うんうんうん、あれでモノクロにすると色面ほとんど同じに見えるんですよ、うんうんうん、なんでかっていうとバルールが一定で正しいから、うんうんうん、あの色化が一定で正しいと全然違う色でも同じ色温度に見えるわけです、うんうん、色温度、色温度って言ったら変だな、なんかこう同じモノクロに見えるわけです、まあ、モノクロにした時に綺麗かどうかですかね。僕たちあんまバルールのことを勉強しないんですけど、うん、あのジェームズ・ガーニーのカラー&ライトとか読んでると、うん、もうバルールバルールうるさいんですよ。なんだかというと、アニメとか映画のやっぱ絵画って一番今何に求められてるかっていうと、アニメの制作や絵あの映画の制作のコンセプトボードであったり、うん、あズートピアって見たことあります？ズートピアは見たことありますね。ジュディがニックになんかひどいこと言われて振られてボコボコにされた後に、はい、ジュディのことを受け入れるシーンがあるじゃないですか、うん、その時に、うん、あのウサギのその演技が、そのねうん、その暗闇のところにいるジュディがもう暗いと、うん、もう色もねすごく全部暗い影の色で顔とか描かれてるわけです。あもうそれが一歩前に出ると太陽の光のハイライトが当たって、うん、急に目がキラキラしだしたりだとか頬に赤みがさしたりだとかっていうのが自然になるわけです、うん、もうズートピアはほとんど内容を覚えてないんですけど、あれ一歩踏み出した時の顔の表情の変化、うん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 、もうこれにどれだけの絵画的技術が含まれてるかっていう興奮で内容を忘れました、うんうん、そこ一個でバーンってそうズートピアはもうでも結構前ですよね、見た記憶あるけど、アナ雪の次ぐらいですよ、ね、懐かしいな、もう懐かしいレベルか。ズートピアそうなんですよ、あの僕はね今回のあの話でぜひ皆様にね買ってほしい本がね一冊あるんです、はい、これズートピアファンブックですか。あーあー困っちゃった困っちゃった。ズートピアファンブックなんてものがあるの知らないけど、とっさの切り返しができないんだから。勘弁してくださいよ。だからね、ジェームズ・ガーニーカラー&ライト、さっき話に出たやつですね、カラー&ライト、これアマゾンめちゃくちゃ売れてないですか。売れてます、売れてます、そうなの。もうね正直なんか大学以降お金ない人はカラー&ライト読んで勉強してくれればなんかこう普通に映画業界とかに入れるコンセプトアートの基礎地は作れるんじゃないかなってぐらいちゃんとしてます、うん、なんかいろんな教育機関で多分おすすめされてんじゃないかなと思う、うん、あれは、うん、そう、あ僕大学で上で教授とかに友達も一人もなんか仲いい人とか一人もいなかったんで、あのずっとカラー&ライトを見てたんですけど、逆にあれが今すごく役立ってます。そうアングルとドラクロワの対比の話だとかっていうのも今後あのしていくんですけど、あの古典派とそのアングルのその違い、そのロマン派の違いって何なのみたいなやっていきたいんですけど、それも実はねカラー&ライトにねちょびって書いてあったりするんで、もうゆるふわアート塾はカラー&ライトに成り立たせてもいいぐらいの情報デッドコピーみたいな感じなんですよ。ゆるふわ、まあ、全然ゆるふわではないんですけど、そうですね、うん、でもあれはすごいいい本です ね、 ですね、僕があの要するに予備校でね、その海老沢先生って人が、うん、デッサンについて熱く語る1日があるんですよ、その入学した時、新品に入学すると1日絶対その授業を受けるっていう日があるんですけど、うんうん、まあ、大体それに近いことが書いてある、書いてあって、リアリズムとかの成り立ちっていうのがざっくりわかる本なんで、はい、すごいおすすめです。僕も読んでみようっと。今度持ってきます。あ、やったぜ、はい、結構高いんで購入ページは概要欄に。完全に案件でやった。案件来るか。何の案件来たら面白いですか。チョコレートとか。最高。チョコレート。ゆるふわアート塾がチョコに。牛タンとか来たら嬉しいよ。あ、いいな、牛タン。おいしいとか言って。ぶっといのが。じゃあ今度あの視聴者プレゼントであの三好くんの顔をちょっとチロルチョコに印刷するんで、あそれあの下で10名様に、10名様に送ります、はい、いらねえだろ。DM で、 DM で送ってください。多分10人いなかったらちょっと多めに来ると思います。2個以上来たら10人満たなかったってこと。今マジでノリで作るって決めたんで。プレゼント企画、はい、ノリで、はい、じゃあやりましょう。まあ、やる、まあまあまあ、ノリとしてゆるふわアート塾
今回言いたかったことは、はい、あの筆色分割の法則という単語の一つというよりも、その時代が政治宗教科学がすごく強く決めていくんだっていうような、うん、あの背景が我々芸術の歴史にはあるわけです、うん、キリスト教から絵画が切り離された瞬間に何が起きたかとか、うん、あのそういう話をね、今後もあのお話をしていければなっていうふうに思うので、うん、今回はその入り口として筆色分割だとかスフマートだとか、ね、大事なターニングポイントですからね。そうですね、あのそういう単語を覚えて帰っていただけたら嬉しいですね。ということで今回のゆるふわアート塾、よかったらチャンネル登録、高評価、何か質問や、誤解訂正ございましたらコメント欄によろしくお願いいたします。なんかやたら上手くなりましたね。ということでゆるふわアート塾今回は終わりでございます、はい、今回あれですね、もうこの収録慣れすぎて自己紹介してなかった、ね、何にもしてない。はい、小林私でした。岡村でした。三好でした。筆色分割ゆるふわアート塾。